僕ちなみに当たり屋じゃないんですけどあの、えー、と大学生の時にタクシーに跳ねられて飛んでバスにバーンってぶつかって落ちてで80万ぐらいもらったかな。なのので割とその 交通事故でお金をどう取ればいいかっていうのは知ってるので、あのいい職業だとは思ってるので。はい。<laughs> 先日、来 i z 東京ドームで朝倉未来選手は負けてしまいましたが、彼の強さは前世代の山本鬼頭、戦車、桜庭選手と比べてどう程度なんでしょうか？柴田流二郎といは分かります。試合もしたことのあるひろさんの意見がすかさいえっと僕は朝倉未来さんの試合、まだちゃんと見たことないんですよね。あと、ひろさんとは桜見、清選手は雰囲気似てるんですが言われたことないですか？では、試合後はノンアルビールを飲んでください。まあ,あの？ 100必ず勝つとかかないですからねあのボクシングのルールだと結構その実力と勝敗ってはっきりするんですけどあの関節があるそのあのあルールの格闘技の場合ってそのたまたまうまく関節取れた場合は勝つしたまたま取れなかったら勝てないっていうのあったりするので割とそのあのあ実力がある方が必ず勝つっていう感じにもならなかったりするんですよね。 なのでその朝倉未来さんがその負けてしまうというのは確率の問題発生するんでしょうがないなと思うんですけどで朝倉未来さん確かにあの似てる感ありますよね顔に。多分あの顎ひげの問題もあると思うんですけどなのであの今後も頑張っていただきたいなと思いますはいその格闘技っていくら頑張っても儲かんない時代が長すぎたんですよね そのまあ、ボクサーで世界チャンピオンとかになるとそこそこ儲かるんですけどそうじゃない場合ってすげえ格闘技一生懸命練習して体張っても全然儲かんないんですよ。ただその朝倉さん YouTube を使うっていう結果めちゃめちゃ儲かってるし格闘技も強いっていうのができたのでなんでその格闘技産業においてはその朝倉未来さんの功績すごいでかいと思うんですよね。っその儲かんない仕事ってやっぱ若い子やりたいと思わないので。 その野球選手サッカー選手にみんなが憧れる理由って儲かるからじゃないですか。でその実習競技にみんなが憧れない理由って儲からないからなんですよね。なので武井壮さんって実習競技世界チャンピオンとか世界戦まで行ったけど儲かんねえからタレントになったわけじゃないですか。っていうのがあるのでなのでその格闘家で強いと YouTube でも儲かるから全然おいしいっすっていうその産業自体を作り上げたっていうのはかなり優秀なことだと思うのでなのでなんか社会的にもうちょっと評価されていいんじゃないかなと思うんですけどね。 皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それでは、ひげおでした。バイバイ。